みりん、適当、はい、醤油、適当、はい、生姜の余り、はい、で、ネギ、砂糖、大さじ1杯、大さじ1じゃない、大さじ1半にしとこうか、大さじ1半で、で、大根、大根の先切り、どうしようかな、入らないな、カレーの煮付けができましたんで、まあ食していきたいと思います。てかまあ適当に作ったんだけどね、カレーが安かった。玉ででさ、カレーがいくらだったっけ、カレーの切り身が250円、300円しなかったな、300円、250円ぐらいだったか。カレーの切り身がえらい安かったんで、もう買ってみました。でまあ豆腐と大根と一緒に煮て食べていきたいと思います。うん、豆腐が美味しいな。うん、卵は卵だね、カレーの卵。今さ午前3時半だぞ、午前3時半にさ、4時か、今もう4時過ぎだ、4時15分だわ、うん、4時15分にさカレー煮てさ食ってる、この生活保護受給者 この生活パターン。あ、美味しい、きちんと味が染みてます。うん、普段サバしか買わないからさ、たまにはカレーとかもいいよね。ただカレーはさ、匂いっていうかさ、ちょっと癖があるからさ、うん、よいしょ、骨を取って、この縁側がね、縁側が美味しいんですよ。この縁側が、骨が多いけどさ、それを我慢してこの縁側を食べていきます。あー、ちょっと骨の下処理しとくべきだったな、ちょっとだけ食いにくいわ。一つ難点を言うと骨がちょっと多いな、小骨をきちんと処理してなかった。うん、これは煮魚を食う時の宿命だわな。高級料理店とか行ったらさ、こういう煮魚でもさ、小骨とかみんな処理してるもんな。そりゃ高いわ。うん、this old man, he played ten, he played knick-knack once again with a
でもしっかり味付けちょうどいいわ。煮魚がうまくできた時の達成感はね、これは料理しない人には分かんないだろうね。いや、これ、冷凍してたやつを、そのまま、下茹でして、したから、骨とか取ってないんだよね。本来は骨とか取ってさ、下茹でしなきゃいけないのかもしれないけれど。大根とね、ネギも一緒に入れてる。大根ね。まあ料理ができるっていうのはね、まあそんなに俺にできるっていうほどじゃないんだけど、やっぱ料理ができるとね、人生の楽しみが増えるよね。まあもちろん効率は悪いと思うよ。料理なんか効率が悪いって言う人もいるけれど、まあ確かにそうかもしれないけどさ。でもまあ料理し自分で自炊するからね、食費も2万円以内に収められるから。外食とかしてたらそういうわけにいかないからね。というわけで、ごちそうさまでした。ありがとうございます。